世話になっております。岩波との水戸です。今日はiPhone 新しくしたからちょっとスナップ散歩 iPhone でできるかどうか実験です。多分5分10分ブラブラしたらあれですけど、 でも最近、写真、アレブレボケ写真を撮るのがブームなんで、ちょっとアレブレボケ写真も撮りながらぶらついてきます。こうなんか昔の多分プロボーグの頃って ISO 感度が多分400とかじゃないですか、まあ、で高感度現像したところで、まあ、800、1600、3200みたいな感じのフィルム感度だったと思うんですけど、なんか最近のカメラで画質で荒らそうと思ったら、ISO 感度20万なんですよね。で、ISO 感度20万で、しかも、シャッタースピードも、なんか、なんていうんですかね、こう、手ブレ補正がバンバン効いてるから、まあ、手ブレ補正をオフにせずに撮るっていう、あれなんで、バンバン効いてるから、手ブレ補正のことも、なんていうんですか、手ブレ補正にも勝たないとダメだから、そう考えるとシャッタースピードも今で2秒ぐらいですねでもなんか手ブレっていうよりは被写体ブレしかしないみたいな、なんか構えとけば別になんとなく映るみたいな。だから今ISO 204800、絞り8、シャッタースピード2ですね。歩きながら撮ればまあさすがに手ブレするんですけど、でピントは一応無限遠に合わせてますね。でもなんか結構楽しいんだよな。おお楽しい。そう、そしたら、一応だからそのぐらいを設定すると、その当時多分中平さんとか森山さんが撮ってたみたいに、こうその機械になんていうんですかね、こうそのテクノロジーの限界みたいなやつをちょっと攻めれるかなみたいな、カメラによるなんかこう綺麗に撮る感じの逆張りみたいなやつまあプロボーグが一体それが目的だったかどうかはもうよくわかんないですけど、僕はでやってますでやってますね。だからそれをやろうと思うと夜でも、ND1000 が必要ですね。でもなんかこの撮ってみた感じの、これなんか微妙持ちづれえな、まあいいや、この撮ってみた感じのなんとなく実感というかあれなんですけど、アレブレボケカメラ任せにできてしてやるやつは楽しいですね。なんかその、まあ、慣れてきたある程度もしかしたらその想像つくようになるのかもしれないですけど、今の時点だとなんかなんとなくこうこんな感じかなっていうイメージを抱いてシャッター切っても別になんかその感じにならないんですよ。だからなんかこのこことかで8秒撮るとこうやって動かないようにして、動かないっていうかもう片手で持ってるだけですけど、なかなかいい感じでブレます。でも8秒っすよ。だからもうなんていうんですかね、フィルム、僕も最初フィルムとかでやってたからなんていうんですかね、これ多分今4秒、なんか映って4秒だぞみたいな手ぶれさそうと思うと4秒もかかるのかみたいなですけどね。だからもっと絞ったらもっとシャッタースピードを稼げますけど、いやだからなんかすごいあれだなと思って、すごい時代にやってきてるなと思いましたね。そのなんていうんですかね、頑張らないと手ぶれもできねえみたいな。
本気出さないと、な ND つけないと、あの粒子も荒らせねえみたいな感じ。だからなんかすごい不思議な世界ですよね。微妙にこの自撮り棒持ちづらいな。この辺行こうかな。あ、すみません。まあまあ映るからな。まあ別にいいんだけど。字読めるかな。なんかこう、これ同じ場所にこの伝統を、あ、待って、同じ場所にこう伝統を置いた状態で、ああわけわかんない写真になる。そうなんだよな。で森山さんがなんかこうフィルム一本なんかあの電柱こうなんていうんですか。次の電柱に行くまでの間にフィルム1本取り切ってたとかっていう話言ってたけど、あの分かりますね。すげえ、どうせ何映ってるか、なんかあの狙ったようになんか撮れないんだから、なんかとりあえず撮っとけみたいな。4秒だと明るすぎんのかな。うん、悪くないけど別に面白くはない。どうしよう、お互い手ぶれしてるっていう感じですかね。まあ今日はとりあえずテストでやってるんで、声とか届くかなっていうテストなんで、まあこんな感じにしときます。はい、じゃあトーテンポールフォトギャラリーで写真見て帰ります。以上になります。ありがとうございました。